ハロー皆さん、こんばんは、プチプチです。今回ですね、なんとここにいる達実さんと対話しようと思います。いいですか、達実さん。はい昨日達実さん、僕の足の靴の上に、新品の2万円ぐらいする靴の上にガム捨てたんですよ、この人合ってない、合ってない、容赦しねえし、容赦しねえ俺もう対マンでボコボコにしてやるわ。今回の対マンなんですけど、ジェットパック、スペシャルのジェットパックっていうのがあると思うんですけど、それのみを使って、空中戦を楽しんでいこうと思います。ふふふフレッシュ、ふふふフレッシュ、ふふふフレッシュなオリーブ、いかがですか？それ大丈夫？さあやっていきましょう。大丈夫ですよ。やっていきましょう。じゃあとりあえずスペシャル貯めてください。はーい。もう北斎でガンガン2秒で溜まるぐらいの勢いで、あ、でエリア塗らないように。あ、待って、はーい、待って俺思ったんだけど、はい、溜まりました。俺スペシャルジェットパックじゃなかったわ。おいということで仕切り直してやっていきましょう。いやー、いきましょう。さっきはね、武器間違えちゃって、まあ、昨日の撮影なんですけどねあれ、そう、昨日撮影して失敗しちゃったと思って一回寝たんですよね。やっていきましょう。いきますよ。3、2、1、ゴー！いけ！いけ！おら！おら、これやろ！これやろ！このマヨネーズ好き目！このマヨネーズ好き目！ということで、はい、引き分け。いいですか？はい。よーい！よーい、ドンって言ってバカが見る。よーい、スタート！よーい、スタート！スタート。いけ！やったー！やったどうだ？どうだ、これが俺の何も思い浮かばない。さあ第3ラウンド目、今のところ1対0でございます。いきましょう。よーい、3、2、1、ゴー。いけ、待って、やった。達実さん弱くない？え、プチプチさん強くない？3、2、1、ゴー。いけ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 、これやろ。イカって美味しいじゃないですか。はい、このガールとかボーイたちもきっと美味しいんでしょうね。いけますよ。3、2、1、ゴ。うわあ、やったー、やられたー、やられた、本当に。もうこれじゃ、もうあれだ、お母さんに顔向きできない。さあ、いけもう作っちゃう。ほら、あれ、最後当たったよね。最後溜まった最高。まあということでね、僕の多分2点差で僕が勝ちました。多分ね、数字数えてないから分かんない。さあ今度はステージを変えてきました。なんだろうね、なんかアスレチックかな、なんか豪華マリオカートのなんかコースみたいなとこにしました。よし、やっていきましょう。やっていきましょう。まあさっきはね、僕が勝ったんで、まあ、今回も多分きっと僕が勝ちますね、このままいったら。いや、もうこっから僕の時代ですよ。よし、いきますよ。3、2、1、ゴ。いけ、うわあ、嘘だろ、マジか。かき寿司の時代。あれ、名前タタタニしたんじゃなかったっけ。あ、さあ僕の水筒が今輝いていますね。きっとこれでピクニックの時モテモテだ。3、2、1、ゴ。よっとー、あー一発 KO だわ。3、2、1、ゴ。どこ？いけ、いけ、ええー、うわー、お寿司屋さんに行って達実さんのこと食ってやる。3、2、1、ゴ。あぶね、今ちょっと当たった。よっとー、イエーイ、うわい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 。あ、たまりました。いきますよ。はい、3、2、1、ゴ。おー、ゴーシュー。そう、ちょうどなんかあれだよね、ここのなんか場所、マジであの台に似てる、ベイブレードの台に似てる。
ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。まあ、地球上のね、まあ、あの小さい小さい島国、日本の中の、まあ、遥か彼方、まあ、関東地方の付近で小さな戦いが行われていました。まあ、ものすごくね、盛り上がって楽しかったです。あ。このちっちゃい目が素敵。まあ、ということでまた次回、やっていこうと思います、タイマー。もし行動が面白いなと思ってくれたら、チャンネル登録とか、チャンネル登録と、高評価ボタンの方、よろしくお願いします。達石さんの、達石さんじゃないのかも。達石さん実は名前を改名して、たたた丸にしたんですよ。なので、たたた丸さんのチャンネルは概要欄の方に貼ってあるので、もしよければ、チェックしてみてください。ということで、また次回お会いしましょう。一回よろしく。